抗不安薬でうつは改善するのか。はるはるさん、抗不安薬でうつ症状が楽になることはありますか？ありますね。抗不安薬っていうのは精神安定剤、ベンゾジアゼピン系の精神安定剤、薬名でいうとデパスとかソラナクスとかリーゼとか何十種類もあるんだけど、一般有名なのはデパスとかソラナクスとかアイパクスとか、そういうのがまあ一般的かもしれませんけど、そういう不安を取り除く作用が非常に強い薬が抗不安薬ですね。うつ病の重要な症状の中にやっぱ不安っていうのがあるんですね。うつの症状っていうのはいろいろありますけど、気分が落ち込む、気分が落ち込むっていうのは憂鬱な気分ですね。あと意欲の低下、何もしたくないっていうのもうつの症状です。外に出たくない、人と会いたくないってね、意欲の低下です。一方で不安っていうのがあって、何か心配なことを考えていても立ってもいられなくなるとか、落ち着かなくなるとか、じっとしていられないとか、不安あるいは焦燥感といったものがありますね。そういったものに対して抗不安薬というのは非常によく効きます。よく効くというのはどのぐらい効くのかっていうと、飲んで30分以内に不安症状が軽減するっていうぐらいよく効きますよね。抗うつ薬っていうのは、抗うつ薬を服用してから効果が出るまで 2,3 ヶ月かかるんですね。まあ3ヶ月かかるというのが普通です。一般的です。なぜならばそのような作用基準になってるからですね。抗不安薬っていうのは即効性があるような、そういう不安症状に対してすぐ効果があるような作用基準になっているので、飲めば30分以内に効果が出たりします。先ほどの質問ですけど、不安が強いうつの患者さんに対して抗不安薬が処方されることはよくあると思います。じゃあ抗不安薬がうつの症状に効くのか、さっき言った意欲の低下であるとか憂鬱な気分に効くのかというと、まあおそらくあまり効かないでしょうね。なぜならば不安を抑える効果しかないから。ただ不安な人っていうのはネガティブな思考でね、ああどうしようどうしよう、病気治んなかったらどうしようとか、明日会社行けるかなとか、そういう不安なことばっかり考える。まあそれが抗不安薬によって抑えられることによって、ある種ストレスが減ったりですね、ネガティブなことを考えなくなったりするということで、まあ相対的に非常にプラスの効果を及ぼすことはあります。本当に軽いうつである人に関しては、抗うつ薬を出さないで抗不安薬を1日2錠とか3錠だけ処方して、1週間後2週間後良くなってるってこともありますよね。リラックスできるからですね。不安を取り除いてリラックスする、精神安定剤とも言いますから、精神を安定させるので、そういうことも含めると、まあ抗不安薬というものは抗うつ薬と比べるとうつに対する効果というのは少ないとは思いますけども、うつ患者さんに関して抗不安薬だけで良くなる人もいるし、非常に不安を抑える効果が強いために、さまざまな波及する効果というかね、ネガティブなことをあまり考えないで済むとかね、ふわーっとした気持ちになるので衝動的な行動を取らなくなるとか、そういういろいろ付随するメリットがありますので、うつの患者さんに抗不安薬はよく処方されますし、実際いろいろな効果というものが期待できるということで、うつなのになんで抗不安の薬が出るんだみたいなことを考える必要は全くないということですね。飲んで治療に役立てていけばいいと思います。まあ、抗不安薬は不安が強い人で飲む薬なので、うつ状態の場合におかれましては、不安感やそういった感情がすごく改善してきたならば、減らしていく、やめていくってことは短期間でも可能なんじゃないかなと思います。抗うつ薬に関しては比較的長期に維持療法という形で、数年単位で継続的に続けて飲んでいく必要がありますよね。ということで、抗不安薬はうつ症状に効くのか、うつに効くのかというと効きます。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。